山浦、深谷の4時からは、東海ラジオ放送で2014年9月29日から2019年3月29日まで、平日の16時17時45分に放送されていた生ワイド番組である。2019年の4月改編で当該時間帯に、大沢広樹のドラゴンズステーションを開始することに、伴って2019年3月29日をもって、 番組は終了するが、同年4月1日からは、平日の13時16時の新ワイド番組、山浦、深谷、1時から、が新設され、現番組のパーソナリティである、山浦必殺、深谷里奈がそのまま就任することから事実上の放送枠を移動することとなり、ぶっつけワイド、宮寺有機生の聞いてみやちなど東海ラジオの、歴代の看板番,番組が並んでいた平日ピルマの、 ワイド番組への昇格を果たすことになる。二人は山浦、深谷の年陸以来のコンビとなる。なお、山浦、または深谷のいずれかが夏休み、体調不良などで休園する日は、休園者の代役を置いた上で、東海ラジオ4時から、として放送される。番組公式ツイッター2018年12月31日のツイート。 2018年12月31日閲覧。2019年東海ラジオ春の新番組。東海ラジオ放送。2019年3月6日閲覧。月木曜の場合。金曜日は来週もとなる。ありがとうございます。